習完了。ああ早く終わった。今書き出しの間寝ましょう。10時20分ですね。ウバンをします。クエストが、昨日21終わったんで残りが、54ですね。まあ75だとしたら54。今日も20以上やっていきましょう。チャンネル登録よろしく。ていうか最近自転車金額戻ったんじゃないかな。どうなんだろう。ツイッターにちょろっとぐらい見たんだよね。エリアによってなのか、もう全員戻ったのか。それがね、安定するといいっすね。俺もちょっとバイクがいつ壊れるかわかんないから、そしたらバイク修理の間自転車に戻したりとかしたいし、金額ねちゃんと戻ってるといいね。まあ今までのはね、アプリのまあミスって感じでは認めないだろうからね。それかなんか調査のために実験でやってたかとか、まあ何をやってんだかよくわかんないけどね。だいぶ配達員減らして、で今配達員戻すためにまたお金ばらまいてるし、結局自転車の金額が下がったから配達員が移動したっていう感じがやっと分かったのかな。まあでもどうだろう、実際はシミのないエリアは戻ってないかもしれないし、今度ね自転車の配達員さんと会ったら聞いてみようと思います。本当戻っててほしいね。ああ、帰宅待機失敗しましたね。今11時です。いやー、本当最近ね、自宅待機がうまくいかないですね。2回なったんだけど、新ケミと稲毛だったから行かなかった。水木って鳴りが落ちるからね、早く終わるといいけど。なんか曇天ですね。天気が悪い。晴れてくんのかなと思って、うっすら寒い。ならねえし。
2件になったけど、キロ100円いくかいかないかの案件しか来ないね。ダブルの 9.9 キロ950円とか、今シングルの7キロ超えの700円とか。ほんと火曜から落ちるんだよな。月曜までは大概いいんだけどね。ああやっと普通の来た。1軒目勝谷から浜田 2.7kg435 円から。なんかこんな感じじゃ冬場はやっぱあんま早起きしても意味ないな。もう11時から普通に夕飯をした方がいいや。お疲れ様です、ウーバーイーツです。グラスから幕張号 4.4kg610 円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。4キロ超えの570円か。あんま良くない案件だけど、それ以外がね、ほんと結構なるんだけど、ひどい案件しか来ない。もう長距離で単価が安いやつばっかしか。ほんと今日厳しいな。ありがとうございました。お疲れ様です、ウーバイスです。今店に来てた客が叫んでた、早くしろ待ってるぞって。カオスだね。そんな忙しそうには見えなかったけど、ほんと世の中変な人いっぱいいるからね。お客さんいっぱいいるのに叫んでたわ。まあでも相当待たされたらそうなるのか。今日やりづれえなマジで。ほんとキロ100円の長距離砲ばっか来るな。ほんとやりづらい。バイクもね、調子的にどうなるかわからないし、今んとこ問題なく走ってるけど、あんま長距離は行きたくねえな。ほんと困ったね。全然近くがならない。いや悩むな。スタドンで 5.1kg520 円。まあ行かないわ。ああ行ってもいいエリアっちゃエリアだけどね。ああやりづらい火曜日。これ行くか。増田屋から幕張4で 2.9kg460 円。線路越えかな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。5軒目、かゆさんちんから幕張号で 4kg544 円かな。あんま良くないね。降りそうな暗さだな。6軒目、増田屋から幕張号で4キロちょっとの500円ちょっと。いやもうこんなしょぼい案件しかないわ。お疲れ様です。はい、17週末さんからチップをいただきました。ありがとうございます。さっきね、週末さんとこ届けた。びっくりした。今日はテレワークで在宅らしいっす。長野県から幕張1位で2キロちょっとの340-350円かな。はあ、渋いな。
3時までに10件いくかな。お疲れ様です、ウーバーイースです。やばいな、今1時50分で7件ですね。単価が500円ちょっと、やばいね。今日は夜遅くまでやんなしゃいけないかな、20取るんだったら。飯でも食いに行こうかな。8軒目カチャカチャからマカリチ、 2.6キロ、451円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。はい、ダメだ、ダメすぎる。飯食いに行こう。幕張、海浜幕張でね、まだ食べに行ってないラーメン屋さんがそういえばあるなと思ってね、行ってみましょう。多分豚骨で博多系なのかな。あ、でも東京豚骨って書いてあるからな。ご飯あるかな。もう最近ね、ラーメンにはご飯がないと味が濃く感じてしまうんで、ラーメンとご飯の組み合わせでずっと食べてます。それでちょうど満腹って感じ。ご飯ないと困っちゃうね。
薄いかな、パンチがね。優しい味。女性向けだね。丁寧な豚骨でしたね。女性だけしか働いてないからそういう感じなのかな。女性向けだね、味がね。俺みたいな濃い味好きなおじさんにちょっと物足りなく感じたけど、でも美味しかったね。値段も相当、家賃高いだろうけど、ラーメン690円まで下げてるし、企業努力ですな。いや、ニンニクに気づくのが遅れた。ニンニク入れりゃな、もうちょっとパンチが来たんだけどな。失った。サーティワンからマクハ、あ、マサゴだ。マサゴの5。3.9 キロ523円。ちょっと安いけど行きましょう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。10件目。スタ丼から若葉で 2.9 キロ438円。お疲れ様です。ウーバーイーツです。11軒目、野郎ラーメンから磯部の5、 4.8 キロ598円。安いな今日、ほんと微妙な距離ばっかだし。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい。12件目、全然美味しくない案件だけど、暇な時間なんで行きます。ミッドツリーから磯部の方、5.8 キロ597円。てか今日打たせなったか。あんだけしょっちゅう打たせに行ってんのに、一回も行ってないんじゃないのか今日打たせ。ほんとひどい敗者だな。今の案件はいくらやめたもん。アホくさい。やっぱキロやってるもん。やってられるか。キロ全然分けないぞ。ほんと変な案件ばっか。これ受けてたら AI がどんどん変な案件回すようになっちゃうかな。まあ実際のところそういうシステムがあるのかどうかは知らないけど、変な風に学習されちゃっても困る。ひどい今日は。12件目、ケンタッキーから打たせで 4.3 キロ536円。あと8件以上やんのか、きついな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい。13件目、マットルテクノガーデンから打たせ 3.6 キロ513円。ようやく打たせで譲ったよ。
疲れ様です、ウーバーイーツです。はい、14軒目、山田丸から幕張号 2.3キロ、425円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。15軒目、ケンタッキーから若葉 2.4キロ、502円。あ、これはいいのが来た。これから鳴り続いてくれねえとすげえ時間かかっちゃうな。まだ15だよ、もうすぐ6時なのに。ありがとうございました。お疲れ様です、ウーバーイーツです。いやー、マジ厳しいな。ずーっとならねえと思って今急に3件なり続いたんだけど、全部新習志野の案件。めちゃくちゃだな、もう。なんかよっぽど自転車の人たちが取らない案件だけこっちに来んのかな。もう基本は1駅か2駅先の案件ばっかこっちに汚して。いやー、ほんとめちゃくちゃだな今日は。やばい。ていうかすりこもまだ続いてる感じもあるね、ツイッター見せたらね。すりこじゃなくなったエリアとすりこのエリアがまだ分かれてんのがね、配達員の数によって違うのか、なんだかよくわかんないね。もう決まりがないから、ほんとに何が起きてんだろう今日本当。ああもうあかん。16軒目サンチェーから幕張号 3.69544円。マジずっとならねえ、やばすぎるな本当。お疲れ様です、ウーバーイーツです。17軒目スキヤから打たせ 3.3キロ、548円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。はい、これ行ってとりあえずもう家の方に向かうか。スタードンからマサゴの4で 3.3 キロだったかな、567円。やべえなほんと今日は。渋い。今ね、誠が参戦してたけどね、まあこの後の方がもなるだろうね、配達に減ってって。でも俺はもう疲れました。まあ一応ブラウンにしながら家の方に向かいますか。お疲れ様です、ウーバーイーツです。10分ですね、もう帰ってきちゃいました。ダメダメでしたね。18件で9600円ぐらいかな今日は。あーきつかった。まあ時間かけりゃね20はいけるんだけど、あとはね選ばなきゃ。でもバイクが調子よければもうちょっと長距離取ってもよかったんだけど、あんまりね自宅から離れるのが怖いから、もし走らなくなっちゃったらね。まあ今んとこ本当この前調子悪くなってからは全く問題なく走ってんだけど、ちょっとそれが怖くて、まあだいぶ長距離は蹴りました今日は。まあそれにしても変な鳴りだったね本当。単価も安いし本当キロ100円もいってない長距離ばっかなった感じかと思ったら、突然 2,3 キロの近場がたまーになる感じ。キロ200円近いだからずっとそれを待ってるとハマっちゃう感じ、件数的に。明日以降結局残り2日で36残ったのかな。まあ問題ないとは思うんだけど、明日ちょっと多めにやんないと明後日で一番いい時間に釣りができなくなっちゃう。
まあ最悪明後日できなくても、まあ金曜日が本番だから、まあ金曜日だけできりゃいっちゃいいんだけどね。とりあえずクエストは絶対75取ろうっていう感じの稼働をします。飲もう。これとこれとあとフランクフルト。お疲れ様です。いやマジはうまいわ、ミニストップの焼き鯖寿司。最高ですね。最高。いやー無駄に時間かかっちゃったな。昨日は6時ちょっとで21件終わったのにね。今日は8時過ぎて18件って、ほんと日によって難しいですね。思い通りに行かないから、思い通りに行った時に面白いっていうやつですね。